はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化街道高校で相棒キャラクター使ってやっていきたいと思います。前回手に入れたさくらちゃんですね。でさくらちゃんはちょっと一回、自分で使ってみました。で使ってみた結果、まあ、強化街道高校で使うんだったら悪くないと思います。ハマればね結構経験点も、伸びると思うんですけれども、ただねこのさくらちゃんっていうか、まあ相棒キャラクターを他の高校で使おうとすると厳しいかなという印象です。でさくらちゃん自体は、後イベのキャラクターになりますので、上の3人が後イベキャラクターになってます。で下が前イベですね。でまあ怪盗高校なんでね、のぼろうくん入れて、かおるちゃん入れて、やっていきます。と、変化球キャラとしては、まあ、やっぱり虹谷はね、外せないんで虹谷入れてます。と、3たちで今回は、前変化球として神高を連れてきました。結構珍しいというかすげえ久々に、使いますね。まあ神楽坂くんとかね毎回使っていたんですけども、今回ちょっと3たちの精密機械の骸骨をまあ取れるということで神高を連れてきているのと、さくらちゃんなんで恋愛のねお守りが必要ないので、神高のイベントで減った体力をちょっとカロリーバーで戻していこうかなというところで、やっていきます。じゃあコツがあるので練習、虹谷か、のぼろうくんかと言われたら虹谷だな。でさくらちゃんに関しては自己紹介が終わってから登場になりますので、まあ、それまで待ちですね。お、またコツが来てる。のごろくんか。さすがにのごろくん45でコツイベアップがつくんだっけ。コーチ回復してくれっかな。あ、そら2球種目というか2種類目の練習をちょっとチェックするか。でさくらちゃん登場しました。で自己紹介で体力を回復してくれますと。またコツが来てる。立川守備か。でカオルちゃん急速か。なんかちょっとちぐはぐだな。カオルちゃんはコントロールかスタミナに来てくれるといいんだけどな。で野呂くんもコントロール。神高もメンタルちょっと2球締めが良くないね今回。でちょっとさくらちゃんの評価上げつつ、じゃあ野呂くんから経験点をもらっていきましょう。コツはくんないでしょ。遅れた。対強打者しかも結構珍しい。立川もね強打者持ってるっちゃ持ってるんだけどね。コツ毎回発生すんな。虹谷さくらちゃんがいるけど、さくらちゃん上げたいけど評価やっぱ虹谷のコツは重要。でキレについてはそもそも敏捷ポイントがない。敏捷ポイントはないんだけど今回クイックを掴みたい。さてそこからまたコツ、しかもメンタルにある。あ、さくらちゃんいる、いいね。でカオルちゃんは勝ち運は掴みましょう。直取りで勝ち運、勝ち運取れる。あ、取れるね。よし、対強打者はもう3でいっか。でさくらちゃんは1回練習するとね4上がるんだよね。だと追加が発生するかどうか。あ、来た。追加が発生すると体力が15回復するんでこれ結構でかいっすね。コーチと組み合わせればだいぶ練習回数が増えるんで。でのごろくんこれは1回で終わらせる。さてここは、お、いいねいいね。さくらちゃん強化上げつつ虹谷からコツがもらえると。コツはもらえなかった、残念ながら。おお回復、結構回復率もね高いと思うんですよね。あ、3回練習狙っていきたいんだけどな。さくらちゃんの評価か、上げてこう。でさくらちゃんに関してはクリスマスはないですね。クリスマスはないので、まあ、どうしてもってわけじゃないんですけど、立川はクイックを取ります。これでクイックは3になったんで、でじゃあここで3回狙っていこう。球速、次も球速やります。よっぽどのものが来ない限りは球速で3回練習をやりましょうと。そう、結構回復イベントも多いんですよね。でこれは通常イベントなんで、まあ打たれ強さ、コ
つをもらっていきましょう。まあ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 別にブレイクスルー使ってまでもっていう感じですね。急速で3回練習。ちょっと待ってね。変化球覚えとこう。なんか市原の追加イベントがその3回練習であって、それがね勝負なんですよ。打席勝負で、そうすると来た逆襲の市原。これ打席勝負で変化球ないとストレート1本で勝負する羽目になるんで、変化球はまあ何でもいいんで覚えておきましょう。てかバッター薬師寺なんでね、まあ、薬師寺はねアベレージヒッターがないっていうところがせめてもの救いだけど、やっぱりミートでかいんで、ああいう釣り玉で振ってくれればね一番いいんだけど。押し OK。負けたんだよね俺ちなみに。け復活とかもらえるんだ。カオルちゃん入れてきちゃったよ。そうしかも科学の発展に犠牲はつきものです、ということで、なんか市原くんはパワーアップしたらしいんですよ一時的に、いきなりで、ただ本人によると街中で目が覚めたらなぜか能力が上がっていた。科学の発展に犠牲はつきものですって言ってるから失敗したのかと思いきや、でも能力は上がってるって言ってるからね、何なんだろうね。でここは別にモテモテはいらないんで体力の減らない、これでよしムード丸。まあ悪くはない、体力は減らされた。球速変化球、あ阿久津がいるのか、どうしようかな、もう使っちゃおうかな、体力減ってるしね。ブレイクスルー使って寝るか次は。ここいやいいわ、まあ変化球でいこう。スカウトさんもいるし、うんまあフォーク2だからな。さてここから、ここからはもう寝よう。タック、お虹谷悪くないね、ただ敏捷ポイントがないね。相変わらずの敏捷ポイントなし。ポンコツ OK。 絆、これでなんか絆イベント、要はデートじゃないんだけどデートチックなのができると。でこれやればいいと思うですね。これで絆が結ばれます。まあ野球やりたいんだけどお父さんに反対されてると、でどうしようかなっていうところを主人公が無責任にやればいいんじゃんって言ってるっていう感じですね、簡単に言うと。でこれはまだ4になってないから、4になってないからだね。どうしようかな、球速またここはいけそうだな、うまくいけばコーチが回復してくれればもう一回練習できる。よしどうで、立川これはこっちにしよう。で打たれ強さ、おしかもタックが組める。神高のコツもな、もらっておきたいんだけどな。あーこれ敏捷ポイント的にはいいな、いいな、だけどやっぱこっちはね3回練習は経験点が美味しいんで、こっちもどっちがいいの、まあいいや、やるにしとこう。子供には優しく、まあさくらちゃんのね評価も上がるしね。あーこれは上にしよう、体力回復。さあそこから、おコントロール、神高か。奪三振は掴んだんだっけ、掴んだっていうかコツもらったんだっけ。げコツもらってねえや、じゃあやろう。あれ今3だったけど、さくらちゃんの顔出た、絆が結ばれればいいの、あそういうこと。エールタック、相棒キャラと絆が結ばれていると発生するんだ、なるほどそういうことか。で奪三振掴んだ OK。 でさらに回復、まあまあまあいいと思うよ、思ってたよりは全然いい。神高か、神高のメンタとかしょっぺえな。
ね、3回練習にするかどうするかって言われたら西谷だな。あれキレはでももう3になってんのか。でコントロールも5まではいってる。それを考えるとじゃあどうするっていう。3回練習ありだよね。無理してってわけでもないしな。監督評価クソ低いな。いいや、ちょっと3回狙おう。で微妙だな。もう1回練習できるか。こっち、でこれを何がいい、これ打撃について語ろう。筋力ミート、よし。体力減るんだよね。ってことは励まして体力減らしてブレイクスルー使って寝ると。ただその代わりタックが来てねえやん。 12% か。次にかけるか。次でブレイクスルーがマックスになるんだよな。12か。カロリーバーを食うかどうかだな。フォーク5にしとこう。悩むな。ちょ、球速上げとこう。12%か。やろう。最大になりました。こっちかい、練習かい。あ、回復してくれた、ありがて。じゃあまあしょうがない。でもうこれ やらざるを得ない。で守備、立川来てんな。だったら守備でちょっと今回は便所を稼ぐ。よし、これでまあさすがにクイック用の便所までは足りてないけれども、ある程度の便所は稼げたな。さてここは体力を回復しよう。いいね、立川。そこからまあ守備3回はさすがにもったいないよな。これ阿久津がねタックできるようになってればさくらちゃんとダブルタックになるんだよね。ちょいちょいもらえた気がする、経験点的には。くっつくれた。打球反応もいいんだ、のぼろくんって。でここは健康にしよう。でこれ普通に起こった後にこれが起こるんですよね。回復するのかな、ちょっといつも体力満タンにしちゃってたけど。よし、これはここにしよう。てか変化球練習まだ1か。あんまり変化球練習してなかったんだな。あー一応ダブルタックにはなってるね。それなりに経験点は稼げる。どうしようかな。回復させておきたいっていうのはあるんだよな。コツもあるしね。こっちにしよう。これがうまくはまってくれればねいいんだけど。便所稼げる。これはもう経験点狙いでいきましょう。体力はマックスからのコツかコーチか。ワンタックだったら、ワンタックだったらコツ狙いでいいかな。尻上がり、もうこれは無駄。あ、経験点くれるんだ。で神高がいるんで今回は変化球にしよう。来たね、体力イーター。マジで持ってくなお前は。でどうしようかな。合宿が近いとはいえ、よ、まあ、ブレイクスルー打つほどじゃないな。1回変化球練習して次ブレイクスルー打つ。ものによるけど。あで、ちょっと待ってね、2月の4週くらいだよね合宿が始まるの。2月の1週でこれ食って、カロリー1個食ってタックやってマックスになって3回練習しよう。
次ブレイクスルー打てば3回目練習で、2月の3週で寝ると。ありがとうございます。何にもないけどね、何にもないけどありがとう。あ、悪くない。あ、全然こっちだな、全然こっちだね。よし、でこれ何がいいのよくわかんねえや。普通に飛ぶ。変化球、ちょっと変化球ポイント今。あ、これは回復になるんだよね。よしよしよし、いいねいいねいいね。で次が夢島だから、本当はさ、スライダーコツ欲しいんだよ。早く早くスライダーコツが欲しかったんだけど、まあいいや、こんな感じにしとこう。一応見る。うわー、悪くないね、悪くないけど、さすがにやるだけの体力はないから、ここでちょっと絆をやろう。回復したよね、絆って。でまあそのチームに入るためのなんかテストみたいなので、野球は上手いんだけどなんか思うところがあるみたいな、そんな感じ簡単に言うと。よし、ダブザック。ちなみにね、これあの夢島にさくらちゃんくっついてきてるから、お前学校どうしたのっていうことは言いたいんだけど、言いたいんだけどくっついてきてるのよ。炭治くんとかいう人か。まあワンタック、あ、かおりちゃん悪くない。レベルが高いからか、練習レベルが。練習レベルって結構重要なんだよね。でさ、まあ、ノゴロくん入れてるから試合はないんだけど、監督評価いくらなんでも低すぎだろ。これさくらちゃんがいるから立川100もらえるね。でさらに回復してくれると、さくらちゃんがうまいこと絡んでくれると強いと思う。失敗しやがった。絡んでくれ絡んでくれ。神高、ちょっとお前コツ欲しい。低めでもいい。練習回復、最後の体力回復がなくなってたし、マックスでフレックスルが打てるね。これは、あー、負債タックだね。負債タックってなんかあれかな、負債を抱えてるみたいだな。もういいや、ダブルの時はどんどん打ってこう。ちょっと少し監督評価気にしないとさすがにまずいな。2回くらいは練習しとかないといけないからね。どうどう、いやこれここでしょ、いやこれ絶対ここでしょ。取っとけばよかった。いやまあそれはもうわからない、使いどころはわからない。精密機械ゲットしましたと。草野、これ敏捷ポイントがもらえるんで草野くんにしておきます。ででで、ここもう、ここちょっといろいろもったいなかったかもしれないけど、監督2人と別に監督評価下がらないからいいけどさ。お、やる気が上がる。技術ちょっとあるね。 B にはしておくか。ちょっとスタミナがなさすぎるな。スタミナタックとか全然組んでないからか。ダブル、いやー神高だよな、やっぱ神高欲しい。ダブルタックになってたし、なぜか。よし、スライダー、まあまあまあいいでしょう。コツをつかめただけで全然 OK で、ここは9位だな。で重い球で、重い球はこれで4になったんで、重い球は取っちゃいましょう。ほい、尻上がりも取ろう。で精密機械はやっぱり置いとく。脅威の切れ味、結構変化球ポイント使うんだねやっぱり。さくらちゃんが絡んでないな。
神高がいるな、まあ、ワンタック系か、ワンタック系だったらちょっと監督評価上げつつ神高から低めがもらいたい。で監督はもう大丈夫でしょう。本当練習ばっかだな。神高ってこんなキャラだったっけ。練習マン見守り、やる気上がんねえかな、上がんねえ、かし少し、いいや少しで、ね、ダブル、ここもダブル、どっちにする、変化球伸ばそう。で神高はやる気効果アップがあるのか、やる気効果アップがあるから基礎点がちょっと減ってんのかな。これでやる気効果は100だからね、せめてやる気を元に戻したい。あ、そうか、俺別に彼女がいるわけじゃないんだそういえばあくちゃんか、さくらちゃんがあんまり絡んでくんないな。3回練習狙うか。じゃあで正直リリーフでもいいや、リリーフでも任せちゃおう。評価がなくても乗るでしょう。で 5-5 でスライダーがコツ5になってんで、スライダー伸ばそう。まあいいや、スタミナに不安があるけどリリーフだから関係ない、いいあれば十分だ、リリーフなんて。俺出たのか、出てなさそう。マユムル完投したっぽいな、うん、出番ないね。結構上がるね、なんかしんないけど。やる気を上げてくれ。まあいいや、3回練習だな。ちょっと食おう。神高のイベントどこまで進んでたっけ。練習メニューの相談、これは急速上がるんだっけ。そうだね。あー全然進んでねえな。メンタルにいない限りはちょっとお出かけ遊ぶからのこれ、2回遊んじゃっていいかな。うわすっげえ回復する、こんな回復するんだ。あそうで、これで神田が4回あるんだっけ。あさくらちゃん絡んでね、さくらちゃん絡んでるから割と高め、まあ、これをどう生かすかだよね。まあやるんだけど、もうカロリーバーはないからね。そうお疲れ、悪くない、オッケー、ゴー。そうだこいつここでこんだけ減らしてくるんだ。118だろ、ちょっと待って、監督許可が危ねえんだよ。一回メンタル挟もう。そうだ最後あんなに減るんだった、27かと思ったら。で神高さちょっと見直してほしいな、イベント内容、イベント内容見直してほしいよ、絶対使うよ。そしたらこれで120監督評価ね。で試合は OK。 お二人さんがいるとってよくわかんないな。あーさくらちゃんがいるからやっぱ高いね。割とダブルタックが発生しやすいっていうイメージでいいのかな。神高低めか、低めくれ、よし。あれ脱散、ちょっと待って、脱散は潰してなかったわ。いやもったいねー、もったいないことした。キレもしかも潰してねえじゃん。怪物キーは取る、軽っ。まあいっか、ドクタケ結構重いからね。スライダーが1上げられんな。で球速を上げていこう。ちょっと待って、スタミナ最低 D まで上げよう。で復活はもう2か、いや重いな復活、結構復活重ねてもいいかもね。カオルちゃんが3ってくれる保証がないから。あこれ悪くね、ちょっと待ってね、これ悪くねえな。ダブルか、えでもさ結構さ筋力足りてねえか。3回練習は無理だな、体力的にきついよな。おとなしく
ブレイクスルーかけて300とか。あ、石田くん、石田くん君はいたか、全然気づかなかったわ。ブレイクスルーかけたことにより強化がなくてもタックが組めるようになってますね。てかさ、一般人のタックってさどれくらいなの、パーセンテージ的に。でこれはもうちょっとマジでサクッといきます。ほいで筋力とんでもねえことになってんな。160とかいけるんじゃねえか。さて、じゃあギャー喧嘩が始まった。まあいいけど、ブレイクスルーは使ったんで一応見よう。ちょっと待ってね、うん、ブレイクスルーは使ったんでここで3回目の絆をやりますと。ここで金徳ですね。体力はめちゃくちゃ回復するキャラだね。あー、さくらちゃん絡んでるね。低めが欲しいのよ俺は。低めをください、お願いします。ダメだ、髪とかくんねえな。技術結構使うからな。技術自体が余ってるわけじゃないんで、スタミナ C にしよう。クイックどこまで伸ばせる。あー、20万ぐらい取ろう。1まあいいや、2人ずつはせっかく掴んだからもらっといて。ちょっと待って、クイックをだったら1個外して打球反応にする。せっかくコツを掴んでるから。で守備で練習することがあったら取りますか。形勢逆転、これは骸骨とかないんだよね、そういえば。で形勢逆転3でもくれんのかな。主に筋力を使う感じですね。筋力と技術でちょっと精神みたいな、まあ、変化球ポイントは使わないと。やっぱりね、キャッチャーとしくんっていうのがでかいよね、海道高校は。で、おお、これさくらちゃん絡んでるからだいぶ経験点取れるね。ここでいくっしょ。筋力マジでいっぱいな。何が足りてない、技術か。ちょっとメンタルで回復しよう、ここは。いやー、これも美味しいけどさ、もう完全に練習できなくなるよね。ちょっとメンタルに回復しよう。であと2回確実に練習するって言っても試合に勝たなきゃ話にならない。技術不足かで、ちょっと待って、そういえばさ、甲子園でさブレイクスルー打たなきゃいけないんだよね。打てるか、次練習しよう。
さてここで練習してブレイクスルーゲージ貯めて、さくらちゃんいるね、のごろくんがいるからこれ絶対貯まるな。しかも技術稼げる、いいところに来た。27貯まったな。これ勝てば OK、 勝てなきゃ全てが終わる。もちろん俺は投げない。え、スタミナ自分であげよう。160、筋力足りる？まあいいや、せっかくだから160にしよう。やっぱカイドウガチで強えなこのチーム。でラスト、これブレイクする、何かのタックがあるね。コントロールだけか、まあ悪くはない。技術稼げるし、よし行こう。一応ダブルタック、眉村と一般人でジャストフィット。ジャストフィットって何使うんだっけ。ちょっと特の系を見ていくか。あ、結局うわ技術使うのか、まあ危なかったな。手応えつかんどく、ちょっと待ってね、変化球スライダー223か。いやー、エピローグポイントは普通に彼女クラスでくれるんで、いやちょっと先にスライダーだな。でエピローグポイントとか合わせて手応え取れるようだったら変化球ポイントをさばいていこう。あとあ、精密機械か、これも取るしかねえ。でちょっと精神がバリ余ってるから根性取ってないっしょ。根性取る、これってなんとなくうまい感じだね。タイピンか、欲しい特能ではあるんだけどな。まあいいや、これでいきます。勝つには勝ったけど大量失点したら実績点6。ドラフトは1位だね。でさくらちゃん、まあ、ポイントは普通にくれますと。で9900、まあ1万近くはいったか。さくらちゃんね、強化回答は全然ね悪くないと思うんだよね。ギリギリ変化球ポイント足んねんだけど。7にしたかったな。まあいいや、じゃあ当初の予定通り手応えをまずつかみましょう。であと変化球ポイントやっぱりさばきたいよね。黒ファイか、他にすげえ変化球ポイント使うのって何がある。玉虫とかってさ意外に重いよね。これ全体的に使うんで、球速はまあ160あれば十分でしょう。緩急か、緩急直撮りするか、緩急直撮りしよう。でコントロール A にできる。あ、てか待って待って待って、第二変化球覚えるのありだな。ちょっと一回緩急外そう。どこあった、緩急外して、じゃあムービングファーストだな、これにしよう。ちょうど110ポイントあるし。いや待って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 、
これ50にして、50のなんか、あ、リリースとか、いや、そんなことだったらジャイロボールで、こっからコントロールを上げる。よし、これでいい感じ。あと余ってるのはなんか取れる。あ、タイピン取ろう。他打たれ強さになるかな。あと1個は打たれ強さ取ろう。よし、これであとは基礎能力的にこんな感じ。おお、いいね。 S 級まで行ったか。まあそりゃ経験点がねかなり伸びたからね。というわけで、まあ相棒キャラ強化街道、まあ、何回も言ってるけど、強化街道に関しては悪くないと思います。まあ入れてもいいんじゃないかな。全然入れて、伸びるキャラだとは思うんですけれども、じゃあ街道強化街道期間が終わったら、なんか割と空気になりそうだよね。普通の高校ではちょっとね活躍が難しいんじゃないかなと、思いますので、まあ、強化期間中にね、相棒キャラちょっと楽しんで使っていこうと、思います。まあ、そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。